後のとこはさ、先に言っておくと最後のとここの連打、これがとても難しい。バイオリンだったら弓をこう返す動きでさ、音が切れるんだけど、それがお玉だと、これはどっちかというとピアニストのね、ピアニストの得意なやつですよ。というわけで、まあやってみようかね。じゃあ初見、一回譜読みして初見で千本桜を弾いてみたいと思います。これはこれで、ちょっと A メロのとことかは初見の割にはよく弾けたと思うよね。多分そう、どうですか？いやー、ちょっと選曲がちょっといきなり初見で弾くにはハードルが高すぎたということで。今日は千本桜を初見で見て、お玉トーンで弾いてみたをやってみました。お、喋ってるよ。はい、いかがでしたでしょうか。お玉トーンはね、独特のね、難しさがあるんですよ。バイオリニストでもなかなか完璧に弾くのは難しい。はい、結論というわけで、また撮っていきたいと思います。バイバーイ。